にちは。今日は、山城新製品の、マルチューブについて、説明したいと思います。使い方次第でいろんな被り方ができるんですけど、今日はこんな感じの、ニット帽風にアレンジした、この作り方をレクチャーしたいと思います。まずですね、このように生地を持って、裏側にします。はい、こんな感じですね。こうしましたら、まず端と端を持って、さらにこう対角線上に持ちます。でこんな感じで真ん中ら辺でねじります。ねじりましたら、こっちの端と端合わせて、裏返しをひっくり返します。ひっくり返したら、こういうふうに形を整えます。はい、整えたら、はい、こんな感じでニットキャップに完成です。こんな感じです。ニットキャップ風以外にもいろいろな使い方ができるのはマルチューブの特徴です。ぜひお試しください。